ヒョードル・ミハイロビチは15世紀初頭のミクリンを親家である。クニアージミクリンクゲ、ボヤーレ・ミクリンスキー・家の祖。ヒョードルの少年は不明である。トベリ大公ミハイルとスーズダリコー・コンスタンチンの娘エブドキアの間に生まれた6人の中で最年少の子にあたる。ヒョードルに関する最初の言及は、日本年代期において1390年頃にモスクワのボヤーレ、 ヒョードル・アンドレービチ公使家の娘、アンナと結婚したという記述である。1399年、父、ミハイルの死亡後に、ミクリノを、分業公国として受領をした。1400年、トベリ大公イヴァンと、カシンコ、バシリーの二人の兄の紛争に関与したが、ヒョードルに対する制裁の類は発生しなかった1406年、トベリ大公国は、モスクワ大公国と結び、 リトアニア大公国と戦ったが、ヒョードルも他のトベリ諸公と共に、これに参加した。1410年にヒョードルは死亡し、医療はアレクサンドルとヒョードルの二人の息子に相続されたが、二人の間でどのように分割相続されたかの詳細は不明である。妻はモスクワのボヤーレの娘、アンナ。子には以下の人物がいる。ABC 税、税、 1238,505。百五二税、税、ぜえ五百551から552。五百583から584。税、六630。ありがとうございます。